ウィスドモーグリンです。本日もみんなでバトル4435からのスタートでやっていきましょう。1コース目 W 星の1ブラミママ。さあいきなり3人でのスタートと、これは初めて、これはしっかりと勝っていきたい。さあ今回もクソラグなのか、クソラグである。さあこのボム兵が怖い、危ない。これはここをスルーしてそのまま土管に入っていく。 OK。 何やらブロックが浮いているが関係なしにしっかり進んでいく。さあここでマリオが脱落と、先頭に立った。これは勝ちたい。踏まないでくれよ、踏まないでくれよ。キノコ協力しよう、ここは協力してお互いにゴールを目指そう。ここ踏みたかった、生かしてくれ、踏ましてくれキノコ。よし、お前は踏まれるために存在する。よし、危な、危ない、やましか、まだか。ここでもう一回ドカン、もう一個中間がありそうな雰囲気が出ている。マジかよ。2コース目スウェープラントスワンプランド。さあ今回もノーマルコース、なんか通信環境は最速。いやーここ水か、キノコ欲しい。いやーキノコ取れない。そんなところにパックンが、全く見えなかった。まあ、ここはゆっくりで良いと私は判断した。3コース目ザ・アメージング・レース 4PVS。 さあここは勝ちたい。まあ、ここは勝ちたいと言っても別に勝率が高いわけではないんだが、さあ行こう。上に進むタイプのコースね、了解。さあマリオが速い、マリオが圧倒的に速い。ここはツタをしっかり登っていき、マリオが脱落。ここはクレーンを上に進ん、お、なんかクレーンの上登れる、それは初耳。よし、ここもしっかりクレーンの上乗りつつ、さあここ落ち着いて、登って行きたいところ。さあ俺以外はみんな落ちた。バネはゆっくりと越えていく、やり直すわけがないだろうバカ野郎と、そこでギブアップ。ここはちょっと待てよ、クモさん置いていかないで、クモさん置いていかないで。オッケー、ここで乗り換える、ここで乗り換える。さあ右に乗り換えて左に乗り換え、そしてここでゴールインではなかった、まだ続いている。だここの勝利、マリオが来た。ここ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 左、やばい、マリオ早い、さすがのマリオ早い。ここもう一回右、やべ、よっしゃ、いって、まだ、ちょっとゴールさして、ゴールさしてください、ゴールさして、ゴールさして。さあこのバネは甘い、このバネは甘々のバネ。さあオッケー、おっとな、ここの大根何、走れる、何これ、動物の蝶みたいな、気色が悪い。ここ上いいね、そこの、ここはでかい、これはでかい、めちゃめちゃ速いじゃないですか僕。ちょりそんなとこで詰まるな。よし、ここここここ、うまいうまいうまい、圧倒的にうまい、なんて速度でゴール、これは神プレイ。パイプス、なぜこの4500にも満たない雑魚の私と6000超えが戦わなくてはならないのですか。それだけは本当に勘弁していきたい。その猫欲しい、関係ないか、これ怖いな。扉入っていいものか、入らずに行ってみよう。俺は入らないという選択肢を取る。この先ゴールなんじゃね、俺は飛ぶぞ、全てをかけて、うわお、ワンチャンいけそう。マリオが死んだ、ちょっともう一回行くか、猫取ってから行こう。ここ猫を取ってたら今のいけた気がする。そんなことないか、ここ猫取ります。扉は多分関係ないのよ。いやでもルイージさっき言ってんのか、んルイージこれどこにいる今、ドンケツのところ、いや違うな、ドンケツ超えてるな、かなり超えてる。ちょっと待って、ここ、なんでだ、その扉が正解だったのか。4コース目ニベル1の1スーパーマリオブラザーズ3。マッチョキノピオさん久々ちゃいますねえ、てかこのステージ知ってる、これは紛れもないあのコースじゃないですか、尻尾でパタパタ飛んでいくあれ。これは完全にノーマルコース、任せてくださいよ、完全に世代の僕、圧倒的速度で勝ってみせます。パックンとかはいないんで全然普通に走ってもらって大丈夫と。素晴らしい。
ゴースメン、クッパクライム。見た目1の1だが、クッパと書いてる。あとクッパって、ノコノコやったっけ？何の意味やったっけ？多分クッパではないですね。危ない！危ない！やるね。やるね、キノピコ。オッケー？どっちだ？ちょっと待ってよ。そんなお前俺いけへんやん。下の方が有利だった。まさか、あんな、やるな、お前。キノコやるな。はい。しっかり踏み潰して。いや、これ絶対下の方が有利ですやん、もう。いや、こっちの方が有利なのでは？こっちの方が有利なのでは？何ですか、これは。上級国民と下級国民の差みたいな。さあ、ここ潰していく。さあ、これゴール。わーお、今日勝率がいい。マリオカート。お、バトル構図来たね。いや、もうここで1回4500を超えておきたい。頼む。ここで一旦4500行かしてくれ。なんでやねん。嘘だろ、嘘だろ。どこ入ってんだ、お前。俺黄色な。いけ、レッツゴー。いや、これ亀、これ、いらんタイプちゃうか？なんか取り逃したけど、ええか？いいか、別にこれ。いけるのか、このまま走って。走ってみよう、走ってみよう。走れ、走れ、走れ。ここはしっかり越えていく。いやー、なんでぶつかる。いけ、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 ゴー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 。ちょ、止まんねん、見てくれ、お前。マリオカートとかいう爽快ステージなんでこんなガクガクやん。ふんよし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 。いや、これ猫は別に、猫は別に。ぐーっと来て、ぐーっと来て。はいはいはい、しっかり乗り越えて下な。鍵は入っていいのか。帰ってきたんですけど、帰ってきたんですけど、なんですかそれ。なんで帰ってくんの。いや、これみんな帰ってくるやんな、さすがに。あ、キノピコ帰ってきた、ルイージ帰ってきた。いや、これ、これまずい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 。マリオ、マリオ帰ってこない。なんでマリオ帰ってこない。マリオ帰ってきた。ここ行く。よいしょ。 Z は別にいい。あ、これはゴールでは。まだマリオカートだった。いや、これはちょっとしっかり乗っていこう。2回目をしっかり乗って加速していく、加速していく。よいしょ。 P はまあなしでも問題なし。キノピコが来た。お姉ちゃん来たからちょっと急ぎ目でぐんぐんぐん。うわー、関係なかった。素晴らしい。さあ、今日はこの辺にしておきましょうか。3連勝したということで、いや、今日の勝率は素晴らしかったね。半分以上勝った。というわけで、ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、お疲れ。